アローハーエビバリシティゲナベイベー、今県ハワイ、今日のワイキキのコーナーです。はい、今日は2020年5月29日金曜日、金曜日のワイキキはここヒルトンハワイアンビレッジレインボータワー、ここから始めたいと思います。はい、今ですね、そのヒルトンハワイアンビレッジの、海側ラグーンサイド、ラグーンの方から、今日ちょっと撮影したいと思います。はい、毎週金曜日に、ヒルトン花火が上がるの有名なんですけど、今ちょうど映しているラグーンの横、子供が4人ぐらい遊んでるの見えますか？あの辺のあたりでね、実はあの黒いボックスが設置されて、そこから花火がこんな感じで上がります。はい、今日の金曜日夜なんですけど、今はホテルが休業中のため、その花火等の活動は、延期されて中止されています。ちょっと残念ですね。はい、じゃあ、今のヒルトンどうなってるか、ビーチを歩きながら、ビーチをですね歩きながらホテルの横を見ながら紹介していきます。はい、で、ちょっと大誤算だったんですけど、このビーチがですね、今、裸足で歩いてるんですけど暑い。はい、暑いので早めに歩きます。はい、ということで、ヒルトン泊まったことある方、食事したと思うんですけど、ここのね海を見ながら、食べれる、ガーデンラナイみたいになったレストランなんですけど、池に面したね。はい、ここね板打ち付けであって、セキュリティバッチリ、さすがヒルトンって感じなんですけど、そんな感じで今、ここ鳥が入らないようにネットも張って、休業中です。はい、それからですね、ここの滝なんですけど見えますか？あちらの滝ね。はい、前にも申し上げた通り水は巡回してます。はい、巡回したね水のおかげで、藻が生えなかったりとか、水が極端に汚れなかったりしてるので、いろんなところの噴水も、水が出てます。はい、ここのねプールサイド、ここからこのビーチに出て、あちらの桟橋、この辺で、日光浴された方も多いかと思うんですけど、このプール今ね、はい、サンダル落としたんで拾いました。はい、このプールね、ホテルが休業中なんでもちろん人がいません。ただこのね、椅子とかテーブルは出したままにしてあるみたいです。はい、ということで人がいないヒルトンのプールっていうのは面白いですよね。はい、それからずっとこう来ると、はい、ここのねところにアトランティスサブマリンの、受付のところがあって、ホテルの入り口があるんですが、こちらもね、今柵が張られています。そしてここ、トロピクスバーですね。はい、ここもね、テーブルとかは出してあるんですけど、ホテルが休業中なんで営業してません。はい、ここのビーチもホテルの宿泊客でいつも賑わってる場所なんですけども、今はこんな感じです。はい、ハワイでね一番人気と言ってもいいほどのヒルトンですから、早くオープンしてほしいですよね。はい、ということで、さっきからもう全然足がつくて、やっとここの木陰に来れました。はい、ということで、最後はこの今日綺麗なビーチをもう一周皆さんにお見せして、お別れします。はい、今日も見てくださってありがとうございます。 Thank you so much. マハロー。 Bye. Have a nice weekend.